うん、なるほど。なんでしょう。ん？この机、よく見たら小さな穴が開いてるわ。コインのようなものが入りそうな穴ですね。もっと他に変わったところはないかしら。机の裏側に何かあるとか？まさか勇者、アリアのお尻見てないわよね。本当かしら？断言してるあたりがものすごく怪しいけど、まあいいわ。特に何もありませんね。ん？どうかしましたか？なんでもないわ。小さな穴以外は特に変わったところはないよね。とりあえず小さな穴に入りそうなものを探しましょうか。なんでしょう。これでまだ調べが足りないというか、怪しいところが多すぎてですね、ここは。なんでしょう。いろいろな形をした骨董品があるわね。あまり高価なものには見えませんね。何か特別な力も感じられませんし。ここに置いてあるのが不思議なほど普通の骨董品ですね。コレクションってこと？アリアは珍しいものを集めるのってどう思う？いいと思いますよ。それが好きなものであればなおさら。自分が落ち込んだ時などにそれを見て心を癒すのです。そういうものなのね。私は物って実用性が大切だと思うの。だからあまりコレクションするってことがないのよね。骨董品ではないですが、香水を集めてみるのはいかがですか？実用性にも富んでますし。それいいわね。城に帰ったら集めてみようかしら。というより、こんな話で盛り上がってる場合じゃなかったわね。でもゼーナちゃんとこういうお話ができて私は楽しかったですよ。そう？ありがとう。恥じらってるゼーナちゃん、かわいい。いいから早く他を調べに行くわよ。うん、まあどう考えてもこの絵と時計とこの酒樽なのかな、この辺が怪しいんですけども。立派な絵画ですね。なんだか悲しい絵ね。よく見ると描かれている9人の女性が何か持っていますね。本当だ、よく気づいたわね。こっちの4人は黄金のかけらを持っているけど、こちらの4人は白銀のかけらですね。そしてこの女性だけが聖火の燃え盛る器。何かの暗示のようにも思えるけど、これだけじゃそこまではわからないわね。仕掛けを解くのに必要なヒントの可能性もありますね。覚えておきましょう。あとこの取ってつけたような飾りが気になるわね。これも覚えておけばいいんじゃない？どれどれ？でもこんな素晴らしい絵画がなんで魔王なんかの城にあるのよ。ん？どういうことでしょうか？魔王なんかの城にあるにはもったいない代物だとは思わない？確かにそうですね。人類を侵略する際に盗んだとか。何よそれ、魔王のくせに生意気ね。ここを脱出するときに持ち出しましょうか。私たち二人じゃ難しいかもね。でも本当に盗品だとしたら許せないです。気持ちは私も同じだけど、魔王を討伐して落ち着いたときに取りに来ましょう。わかりました。それが一番現実的ですものね。
そうと決まればここを脱出する方法を探すわよ。どれどれ。この時計動いてないわね。今動きませんでしたか。嘘。確かにさっき見た時と単針と長針の位置が変わってるわ。また止まってしまいました。何かあるのかしら。時計が規則的に動かないと落ち着きませんね。何かこう時が止まってるみたいな気がして。もう反応しませんね。綺麗な欠片よね。これはかすかに魔術の気配を。これはこれは何も関係ないのか。ちょっと他のところも調べましょう。何かしら。試しに使ってみましょうか。アリア。なるほど、ここで何かを組む必要が出てくる。わかったわ、行きましょう。確か大広間になんかもう一つ行けそうな場所があった気がするんですけどね。どれ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 。相変わらず重くて動きそうにないですね。二人で持てば動かせると思うけど。中は空っぽなの？あれ？そこに何かあるわ。本当ですね。先ほどは気づきませんでした。青い宝石かしら。持っておきましょうか。これですか？水がめに水を汲むためのものかしらね。あれ、水桶の中に何か入っていますね。また紙ね。おー、
るほど。これもしかしてあの大広間の蛇口？確かにこの水桶があれば客室のあの液体も汲めそうですね。例のドリンクバーの謎の液体ね。確かに汲めるけど、そうだとするとえらく親切ね。何かの罠かなんかじゃないの？大丈夫ですよ、多分。その根拠どこから来てるの？何でしょう、何か、何もかもなんか頑張り、何かしら、ご都合主義な感じもしないでもないんですけどね。これはすでにこの台、それらしい。多分これこの系統の玉を5つ集めてから調べると何か起こるかもしれませんね。そうなるとあと3つ必要になってくるのか。一回大広間行ってみましょうか。わかりました、行きましょう。あ、ここですね。もう一個行けそうなところ。こっちの部屋は鍵がかかってるみたいで入れそうにないわね。あ、入れない。勇者、あんた私に喧嘩売ってるの？扉越しに熱気、いえ湿気のようなものが伝わってきますね。温泉でも湧いているのでしょうか？ああ、それだったらいいわね。こんな状況だけどさっぱりしたいわ。変なこと考えてないでしょうね。まあいいわ、早速ここの鍵を見つけるために他のところを調べに行きましょう。これですか？何か脱出に使えそうなものがあったらいいけどね。何でしょう、何かいいものありますか？一個ずつ取って確認すればいいのよ。大丈夫よ、ちょっと驚いただけ。結界のようなものが貼られていますね。じゃあ手に取ることはできないってこと？この結界をどうにかしない限りは何もできそうにないですね。うん、仕方ないわね。うん、まあどう考えてもあの机にはまりそうなコインみたいなのがあったり、まあ、重要そうなこの本もまたあの本棚に戻せばよかったりするのかな。これは何だろう、下がなんか歯車みたいになってるけども、まあとりあえず今はとりあえずこの結界を解かないとどうにもならないということなので、他のところでこれ調べたいんですけどね。何回も選択してるんですけど反応しないんですよね。何かしら、いつ見ても空は晴れてますね。この窓から城を抜けることはできないのかしら。どうなんでしょう、この窓がそこまで高いところに位置してなければ可能性はありますね。そうと決まれば、勇者ちょっと見てきてちょうだい。どう？ある程度の高さならアリアは無理でも私ならいけるわよ。では他の方法を探した方が良さそうですね。悪くない案だと思ったんだけど、残念ね。何かしら、いい天気ですね。この小さい窓からじゃ空、もっと開放的な場所で。本当ですね、鳥さんが助けを呼んできてくれないでしょうか。さすがに期待できないわね。何でしょう、ここは鍵、あ、鍵だけど上と下、あ、なんだこれ。確かにこれ見てなかったな。中身は何が入っているんでしょうか。わ
開かないわね。でもこの表面の4つのマーク触ったら動くみたいよ。え、多分順番だと思うんですけどね、こういうのって多分同じマークに合わせればいいというわけではないと思うんですけど、いや、ノーヒントじゃきついっすね。どこかに水を入れる数字本位版は見たことあるわ。コール、これをかす、こういうのではないよね。さすがにノーヒントは厳しいんじゃないですかね、これ。うん、ちょっとノーヒントすぎますね。チェス。あら、これはチェス盤でしょうか。ナイトテーブルの上のくぼみにちょうどはまりそうね。チェス。これははめる。さっき見つけたチェス盤がちょうどはまりそうなサイズね。はめてみましょうか。この光。あ、これさっきの盤面と同じようにすればいいということでしょうか。見てください、チェスの駒が現れてきます。触れられるんでしょうか。消えてしまいました。何だったのかしら。じゃあチェスの駒を見つけたらここに持ってきてみましょう。どれどれ、何でしょう。あら、懐かしいわこの本。あら、勇者様は本も出されていたんですね。え、じゃあ偽物ってこと。生前に書かれた本だから覚えていないのではないでしょうか。でも書いてあることは本当に役に立つのよね。何をするつもりなの。えっへん、私が片付けたんですよ。そんなことしてたの。まるでアリアのことをよく知ってる人が仕掛けを作ったみたいね。このような仕掛けを作る知人ですか。思い当たる人がいるような、いないような。王族だし、アリアの性格的にも友達とか知り合いは多いんじゃない。そのあたりも外に出たら考えてみましょうか。何でしょう。ん？何かしら。これは赤い宝石ね。あ、3つ目ですね、これで。これの方が先に見つかるのか。これですか？これですか？これ宝石だったりしないよね。もう一回やればもっと強くなったりするかしら。もう一度挑戦してみましょう。もう一度？え、もう一度やるんですか？違う。え？これでいいんでしょうか？違いますね。やこうか。あった。あ、黄金のかけら。何かしら。魔力ではないのですが、勇ましい力を感じます。これも多分4ついるんですよね。なるほど、一回調べたところもなんか、これですか？
回も調べてたらまた変わりますね。ここには本が置いてあったはずです。どんな本だったの？確か寝ても稼げる方法だったかと。なんて革新的な本なの？私も見たい。何かあったわ。今度は一体どんな素晴らしい本なのでしょうか。残念、白い宝石だったわ。これで4つ目ですね。あと1つあれば5つ揃うんですけども、本もきっと他のところにあるはずですから、そう気を落とさないでください。じー、これですか？これはすでにこの台、あまり意識したことなかったけど、綺麗な。これはまだやっぱり反応しないですね。この辺はやっぱり5つ集めないと反応しない感じかな。じー、手が光っているようですね。何かしら。何かに使えるかもしれません。まあこういう状況であれば持っていかない選択肢はないですよね。どんな使い方があるかしら。うん、じゃあゼーナ姫の牢獄も行きましょう。なんかもうちょっと調べたら何か出てくるかもしれませんね。じー、私のいた牢獄にはありませんでした。これを持っていけたら暗い場所の探索がしやすくなると思うんだけど。何かを読むときはこの近くがいいかもしれませんね。あの子、あまり本当にこんな髪、本岩は見た。これはかすかに、先ほど本棚で見つけた紙片、明るいところで見れば何か見えるかもしれませんね。何か文字が浮かび上がってきてるわ。お、意味深な言葉が書いてありますけど、よく意味がわかりませんね。何かの暗号かしら。あ？これさっきの何かの暗号でしょうか。本？ L と D。あ、そういうことか。そういうことか。わかりました。行きましょう。この部屋にあった L と D の頭文字の本の模様をあの箱で何でしょう。打てばいいと思うんですよね。そう、まるで L と D。王族。そんな。ちょっと、もう一回調べさせてください。G。何かしら。あった、 L、 L が左側だったんで L と D。 ダイヤハート、ダイヤハート、ん？ L と D なのでダイヤハート、スペードハートってことかな。ダイヤハート、スペードハートですね。 OK、 じゃあちょっとこれで見かけの本があったんですよね。続きがすごく気になっているんです。これですか？ダイヤハート、スペード、あ、いけました。おお、これでチェスの駒全部手に入れたってことになりますね。さすがです、勇者様。謎解きは全然ダメね。
力技でこうすれば楽なの。これはチェスの駒よね。みたいですね。全部が揃ってるわけではなさそうですが。で、このチェスの駒を、駒を置いてみたはいいものの、これをどうするんでしょうか。アリア、さっきの光っていた駒の配置なんて覚えてる？さすがに覚えていないです。そうよね。何かの、どこかに、数字、チェス、本位版は見たことあるわ。航路は見るのに必要だから。まあこれ通りに並べればいいということなんでしょうけども。駒は黒が4つ、白が6つありますね。これから3つ開けて、ここお。すごい魔力の波動を感じます。私でも感じられるわ。何が起きてるというの。どれどれ。お、以前より力がみなぎっているように見えますね。なんだか嫌な予感がするわ。またあれに乗らなきゃいけないとかないわよね。ゼーナちゃんが銅像の仕掛けを解いているところ見てみたかったです。銅像の他にも何か影響が出ているかもしれませんし、いろいろと調べてみましょう。なるほど。多分これを調べたらまた別の仕掛けが動き出すとか、そういうことでしょうかね。うん、なんでしょう。いや、やっぱそのゼルダとかそういう系統の謎解きとは違って、いろんなところから、なんかヒントを集めて一つのことを解くみたいな感じで、確かにこれはよく本当にできてますね。はい。まあというわけで、もうすでに録画時間が1時間を超えているので、ちょっと一旦ね、とりあえずここで切りたいと思います。まあ今回のパートもカットと、まあ何パーとかに分かれてると思いますけども、また次回、よろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。